東京メトロ1万系電車は東京地下鉄有楽町線副都心線用の通勤系電車2006年9月1日から営業運転を開始している本系列は2008年6月14日に開業した副都心線における運行本数増に対応するためまた有楽町線用の7000系を副都心線対応改造時の予備車を確保するため さらに同系列の置き換え用として製造された。車体は2004年度に落成した東西線のレゴ系13時車をベースにした日立製作所製のアルミ合金製オールダブルスキン構造車体で製造されたが今までよりも軽量になっている。同系列同様に快適性の向上、使いやすさの向上、リサイクル性の向上、火災対策の強化、車体強度の向上、 コストダウンと小メンテナンス化をコンセプトにしている。本系列は東京メトロに移行後初の新形式車両であり、同社のイメージを印象づけることや、新たに開業する副都心専用の車両でもあることから、申請、変革をメインテーマに設計した。車体構造はすべての構え体をダブルスキンの中空押し出し型材で構成し、これらの部材を20メートル一括して、 摩擦角拌接合により接合している。材質は廃車時のリサイクル性を考慮して単一の合金を使用するモノアロイ化を実施している。A 段東京メトロでは日比谷線脱線衝突事故以降に製造された車両において衝突事故対策を強化している。本系列ではこれらの構造により車体強度の向上を図り、 万が一の衝突事故時にも、車体の損壊を低減させる構造とした。車両間には転落防止ホロを設置する。手口地下鉄放火事件を教訓に、不燃、難燃性の一層の強化や、樹脂部品の溶融的化と有毒ガスの発生防止など、構造や材質の見直しが図られたほか、隣接する車両の状況を判断しやすい貫通路の大型ガラスや消火器や、 非常コックの所在が分かりやすい社内見つけとなっている。当初の報道では2007年度までに重量編成20本が日立製作所で製造される予定だった。その後、一部専門誌の記事では11本を追加製造し、重量編成31本となることが発表されていた。その後発表された資料によれば計画変更が行われ、 新たに50両を追加製造し、最終的には2009年度内に10両編成36本が出揃った。落成時は有楽町線に先行投入して使用していたが、当初より副都心線での使用を考慮して、自動列車運転装置やホームドアを使用したワンマン運転対応に対応するための各し機器を搭載している。連結機は、先頭部は、 周り越し機密着連結機、中間部は半永久連結機を使用している。副都心線は重量編成と8両編成で運転されており、本系列は重量編成より6号車及び7号車の2両を抜き、8両編成での運用を可能としている。これは、第01から05編成の1300系、1400系車両間及び1500系、 1600系車両間では分割作業が容易な、回り越し機密着連結機を採用することで、対応している。ただし、8両編成で運用する車両は5編成で、間に合うことから、06編成以降の車両では、その箇所を半永久連結機構造としている。ドイツの工業デザイナー、アレクサンダーのイマイスターがデザインの監修を行った。フロントシールドは、 段差のない三次元曲面ガラス構成となっていて、ガラスの球体を思わせる造形となっている。下部には丸みを帯びたスカートが設置されて、上部との一体感を出している。落成時、中央の貫通扉上部に小窓が設置されていたが、後にワンマン機器が搭載されて黒いシートで隠された。現在もその小窓の存在は確認することができる。A 画から東京メトロとなって、 初の神経式車両であることを意識し、映画初の神経式車両であった丸の内専用の300型をモチーフにした衣装が加えられた。前商等美等は鍵穴のような形状で300系のオマージュとなっている。この300型は、映画地下鉄車両の代名詞と言われるほど歴史に残る車両であり、このような車両になってほしいとの願いも込められている。前商等には、 HID ランプを使用している。また、5000系以来となる中央設置の貫通扉を有し、プラグドア構造の非常口とした。運転台のスペースを広く取ってあるため、室内側の乗務員室仕切り扉は進行方向右側にオフセットしており、通路は運転室内を斜めに通り抜ける。この正面貫通形状は、事故等で救援車両を連結した際、 スムーズに列車間の通り抜けを可能とすることを考慮したものである。警笛については、東京メトロで初の新系列車両であることの意義を込め、A ダム線型など銀座線の旧型車に装備されていたトロンボーン笛を採用した。ホイッスルは日本各地の路面電車にも採用例が多いが、ホーンとは異なる。ややかすれた音色の笛と、 最新デザインの大型通勤系車両との組み合わせは、けうな例となっている。車体のラインカラーは副都新線のブラウンをベースとし、有楽町線のラインカラーであるゴールドと白色の細いラインを巻いている。前面では一時車はゴールド帯を廃したが、二時車以降は省略されている。当初、正面ガラスの車掌台側に東京メトロマークが、 第01第12編成の各編成には貼り付けされていたが、第13編成以降の編成は当初から省略され、第01第12編成も後に剥がされている。側面では各社の側窓上部に一箇所プレート状のマークが設置される。車両番号は銀色の切り抜き文字を使用しており、正面は貫通扉下部に、側面は飛ぶ黒部に配置されている。 1>, 1万系の運転台 ATO を使用したワンマン運転に対応している乗務員室背面式り壁上無員室は居住性確保のために線路方向に 2160mm 確保されている。室内はアイボリー色、天井は客室よりも低い。運転台は黒色、灰色の配色で有楽町線を定期運転する車両としては初めて。 ワンハンドル式マスターコントローラー及びデッドマン装置を採用した08系などと同様にノッチ位置表示等が設置されており a t c による制動の場合もブレーキ位置表示となる速度計は近年の多系列と同様に白地で伝承可能な時速 120km 表示のものである副都心線においては自動列車制御装置によるワンマン運転を行うため 急線形と同じく運転手用のドア開閉ボタン、乗降促進スイッチや ATO 出発ボタン、ワンマンツーマン切り替えスイッチなどが設置されている。運転台の上部には車上 CCTV が設置されている。フロントガラス部に光線、余計を設置しないことや CCTV の視認性を考慮してフロントガラス上部には車高フィルムを貼り付けしている。板右側には 車両情報管理装置のモニター画面があり、機器の動作確認やサービス機器の操作に加え、各種メニュー放送、表示の設定機能や前明かり点滅機能などが追加されている。車掌スイッチは間接制御式で押しボタン式としている。また、西武線内における都閉3、4、締め切り回路や電磁座上システム対応の乗務員室扉が設置されている。 客室と乗務員室間の仕切り壁窓は3箇所で、客室側から見て左から順に、大窓、中央ではなくやや右側に寄っている、乗務員室仕切り扉と縦に細長い窓である。このうち乗務員室仕切り扉は着色ガラスとしている。車高膜は、運転席背後の大窓と仕切り扉部分に、設置している。その後の変更点の詳細は次項目を参照のこと。 車内は先進的な特徴で高品質、快適で使いやすい車内をデザインコンセプトとした。蛍光灯や空調ダクトの配置を工夫することで、本系列の天井の高さは07系より 185mm、高い 2415mm となった。空調ダクトは側に寄せており、中央部の見た貝突型となっている。このため、ラインデリアは枕木方向の設置とし、 戦闘車7台、中間車8台設置されている。このラインデリア取付部の側面は、ステンレスの鏡面仕上げ材を使用し、天井部を貫通しているかのようなデザインとしている。照明は、特徴的な設置方法で、天井高さの変わる切り替え部の垂直面に、蛍光灯を設置した。一時車は、当初天井のへこみの中に埋まっているような形態で、設置されていたが、 焦度分布の改善のため、2006年11月から12月に、全編成がスペーサーを用い、現在の状態に変更された。車内は、従来にはない斬新なデザインとするため、アルミ合金の金属地肌を生かしたものとし、その一部には、暖色系のカラーを配置することで金属の冷たさを和らげるものとした。このため車内は、側方向、乗務員羊切りは、 金属色をイメージするシルバー系、連結面つま面は明るい木目調の化粧板を使用している。中央天井部はシルバー系、側天井にあたる空調ダクト部はホワイトの色である。床材は明るいオレンジ系で統一されている。座席はオレンジ色の表地であり、一人分の掛け幅が4 6 0ト、mm、ルの型持ち式である。優先席付近は 青色の表地として一般席とは区別している。編成中の2号車と9号車には車椅子スペースを設けている。側窓は車端部が固定窓、ドア管の2連窓は開閉可能な加工窓である。いずれも車高用カーテン付けとしている。客用ドアは室内側も化粧板仕上げとし、ドアガラスは単板ガラス構造である。第12編成からは 春工時から各客用ドアに1号車1番ドアなどと表記された展示ステッカーが貼り付けされている。これは2009年3月までに、それまでの編成にも貼り付けされ、た路線車両にも貼り付けの実施が行われている。なお、運用の関係で8両編成になる可能性がある。編成については、10両編成用、8両編成用の両方の種類のステッカーが重複されている。 ドア横には0 5系1 3実車と同様に独立した手すりはなくドア横の縦枠と一体加工されたアルミ型押し材によるつかみ部となっているドアチャイムは東日本旅客鉄道と同じ音色の三打式に変更されたドアチャイムは E231 系の音に近いそしてドアが閉まる前になり始めたり閉まった後もなり続けたりしていることが多い ドアエンジンにはと平地から弱め機構を装備する。これはドア平避後一定時間は土平力を弱めるもので乗客や荷物が挟まった場合でも容易に引き抜けるようにしたものである。連結間貫通扉は片開きで土平装置は傾斜式だが東京メトロの車両で初の全面ガラスドアが採用された。貫通ガラス扉は9 0 0、mm、トル幅として さらに両側2 0 0、mm、トルの仕切りもガラス構造とすることで見た目には1 3 0 0ト、mm、ルのガラス張りとして車両間の見通しを向上させた。中央には縦縞模様を入れることで乗客がぶつからないように配慮している。釣り手棒は従来車両とは異なり別付けの釣り手棒受けを介するものではなく棒自体を曲げて天井部から支持する構造としている。 座席周りのポールは天井部から4本が下がっており、そのうち3本は座席端の握り棒と座席間の仕切りとして用いるものである。杉革の握り形状は従来通り三角形で、ストラップは円化ビニールの被覆を排したナイロン製となり、枕木方向に2列設置され、優先席付近のものは製造当初からオレンジ色のものが使われている。これらの樹脂には、 炎にさらされても敵化しにくい材質が選定されており、全員暗黒化での避難経路の確保にも配慮されている。目新しい点としては、アルミ型押し材を、切削加工した指示枠に強化ガラスの底板を、はめ込んだ荷物棚と大型のアルミキャスト製の座席袖仕切りがある。このほか、ドア上部の案内表示器のカバーも、アルミ型押し材で構成されている。 本系列では床材にはゴム系材料を前述した釣り革は釣り輪をポリエステル樹脂ベルトにはナイロン繊維を使用するなど火災発生時に溶的化や有毒ガスの発生源となる FRP や塩化ビニールの使用を取りやめている。またリサイクル性の向上の観点から室内も車体材料と同じアルミニウム材料の使用を多くしている。本系列では 車内の合車札と閉国区、非常通報機、消火気札などの表記類に実行性のシールを採用した。これは何らかの理由で車内が暗くなっても表示の確認ができるよう考慮したものである。後に、他の東京メトロ全車両においても蓄、高シール表記へ交換された。製造次ごとの大まかな違いは、下記の通りである。この他、 床下の暖房配線分岐構造の変更や、つまの電線固定方法の変更など、細かな点で、仕様変更が実施されている。基本的な性能、主電動機出力、歯車比は05系の、第34編成以降と同様である。制御装置は、イベット素子を使用した、三菱電機製、i p m 方式のオレベル VVVF インバータ、制御方式である。 PEG センサレス方式のベクトル制御を採用し、純電気ブレーキに対応している。制御方式は1台のインバータで 165kW 出力の主電動機を4台制御する機器を2機、または1機搭載する方式を採用している。駆動装置は従来と同様の WN 駆動方式だが、騒音、振動の低下やメンテナンス性の向上ため、新設計の駆動装置を採用した。 歯車比は87、14都市、主電動機の回転数を抑えることで、社外騒音の低減を図っている。同社は、その前身である、英団時代に8000系で、ボルスタレス台車の実用化に宣弁をつけたが、ワへの不均衡が主因と考えられる、日比谷戦事故以降、台車線回合性の低さや和へ調整の容易さなどを、理由に本系列よりボルスタ付き台車へと回帰した。 本系列では、軸箱支持方式をモノリンクとしながら、ボルスタ付きの住友金属工業、FS777 型が採用された。基礎ブレーキは保守性に優れたユニットブレーキ方式である。05系13次車同様に細かな床下機器類は、共通機器箱と呼ばれる一つの箱に集約している。パンタグラフは、シングルアーム式で、編成での搭載数は極期とした。 電動空気圧縮機は三菱電機製で、東京メトロの車両で初のスクロール式が採用された。この装置は従来の露出型から、起動装置やアフタクーラー、除湿装置などの周辺機器も含めて1台の箱に集約されており、低層音化やメンテナンスの容易化が図れるものとなっている。補助電源装置にはイベット素子を使用した。 東芝製の249馬、容量性主計インバータを編成で2台搭載した。故障時における受給電のため、1600型には受給電箱を搭載している。冷房装置は、集中式の稼働率制御方式で、能力5 8 0キロワット品が搭載されている。空調運転モードは、冷房、暖房、除湿と、送風のほか、マイコンによって、 最適な空調を選択する全自動モードがある。前述したが、1.2次車と3次車以降ではメーカーが異なる。保安装置は、東京メトロ線及び乗り入れ先の西部、有楽町線内における新 CSATC 装置と乗り入れ先の東部東上線内で使用する T、DTC 装置及び東部型 ATS 装置、西部池袋線。 鞘山線内で使用する西部型 ATS 装置、東急東横線及び横浜高速鉄道港未来線内で使用する東急横浜高速鉄道 ATCP を搭載する。このほか、福都新線において自動運転を行う ATO 装置を搭載する。このため、一万型には ATO 送受信機と ATO 車上紙を搭載しており、列車情報の伝送に使用され、 また、西武用列車情報装置とも併用される。両先当車には、ホームドアの制御等を行うと、平制御切り替え装置を、搭載している。列車無線装置は、東京メトロ専用には、誘導無線を搭載しており、ワンマン運転の支援用として、防護発砲機能、非常通報機から、総合指令所間通話機能、全列車一斉放送機能などが追加されている。 乗り入れ用としては、東武鉄道用と西武鉄道用、東京急行電鉄、横浜高速鉄道用の空間ハム線を搭載しており、東京急行電鉄、横浜高速鉄道用の装置は、新造時に準備工事がなされていた。行き先表示器と種別表示器は、病腸体の三色表示 LED 式である。前面には、行き先表示器と運行番号表示、 種別表示器が別々である。種別、運行表示器は一体化しているが、運行表示が左側に寄っているのは右側に、ローマ字兵器の種別を表示するためである。側面表示器では、頭部5万系列と同様に号車表示も行っている。2016年から、フルカラー LED 式への交換が開始された。当初は、各駅停車の場合には種別の表示はしなかった。 その後、副都新線開業前日の2008年6月13日より、各駅停車であっても種別表示、確定を行うようになった。東武東上線直通の各駅停車は、和光市で表示が、確定から、普通に切り替わる。同時に、他車線への直通電車では、行き先と号車表示の間に、線直通、渋谷、池袋方面などのサインが表示されるようになったほか、 その下には、直通先船内の種別がわかるように、船内種別などの表示もされている。なお、東急西部、東部の系統では、地下鉄分しか案内しない。なので、海ライナーを除き、東急で西部や東部の種別は分からなく、逆も同様。車外スピーカーを搭載しており、乗務員による、車外案内放送や、乗降促進放送、ドアが閉まります。 ご注意くださいの放送を流すことができる。車内案内表示器は、従来の LED 文字表示式から、東京メトロの車両では、初めての液晶式を採用した。各客用、ドア1箇所あたりに2台搭載し、右側の LCD 画面には行き先、次の駅と乗り換え案内、所要時間、運行情報などを表示するなど、東急5050系50や横浜高速鉄道 Y500、 系と同じ構造としている。左側の LCD 画面には基本的に東京メトロビジョンと呼ばれる動画広告用として用意され、乗り入れ先も含めて東京メトロの乗車券や公式サイトなどの広告が展開され、福都新線が開業した現在は一般企業からの広告も展開し始めている。表示内容やレイアウト、デザインは他社で採用されているものとほぼ同一であるが、 駅ナンバリングの表示にも対応している。二次社からは広告用の画面本位説と合わせて、異常時における運行情報の配信機能や広告画面の配信機能に対応する設備が設置されている。また、第9編成は三菱電機のセサミクロ LCD に改造されたが、一般のセサミクロ LCD とは違って、改造されたので、アニメーションの表示が異なっている。なお、 乗り入れ先となる東武東上線と西武有楽町線、池袋線内では停車駅の設備や目的地までの所要時分など詳細な項目は表示されなかったがソフト変更によって表示されるようになった。さらに従来の車両では準急や快速の編成で各駅停車の区間に入った場合はそれぞれの種別表示が削除されるようになっていたが 本系列では実施されていない。1100社共通機器箱にある自動放送装置自動放送装置を搭載している。南北線と同様に異常時などのメニュー放送機能も搭載されており、相互乗り入れ先の各路線の自動放送にも対応している。自動放送装置自体は1100系の床下にある共通機器箱内に収納されている。8両編成で運用される。 第01編成。後に、左上のハート M は剥がされた和光検尺所属車両では7000系を第01編成マイナスと呼称しており、本系列は第41編成マイナスと呼称している。例えば、本系列の第01編成は和光検尺の第41編成に該当、第25編成は和光検尺の第65編成に該当する。 下3桁の車両番号の付与法は、千代田線用の6000系以降の他系列と同様に100位が、連結1、11と1位が、製造順の番号となっている。なお、号車番号は福都新線が開業した当初は新規は、渋谷寄りの1100型を1号車としていたが、駅構内の案内での号車番号変更に合わせ、後に、和光市寄りの1万型を1号車とするよう、変更された。 2016年3月26日現在の運用範囲は次の通りである。運用は、有楽町線、福都新線とも7000系と共用している。2008年6月13日まで、現在の福都新線小竹向原池袋間に、当たる有楽町線新線でも運用されていたが、同区間は福都新線の開業によって同線に、編入された。また、 2013年3月16日には、福都新線渋谷駅から、東京急行電鉄東横線、横浜高速鉄道港未来線元町、中華街まで、相互乗り入れを実施している。それに先立ち、2012年4月29日の終電後に、大霊山編成が8両編成化の上で、元住吉県区へ改装され、5月7日より、東急線、 港未来線での試運転が開始されている。その後、第04編成が同じく8両編成化の上で改装され、試運転を行った後、同年9月7日より、東急線、港未来線内での営業運転を開始した。2009年5月29日から31日に、最初の編成である、第1編成が、日立製作所、笠さ事業所から、 綾瀬セ県尺まで公衆車両輸送された。その後、第2から4編成も、同年8月4日までに同区まで公衆輸送された。同年9月1日に、第01編成が、有楽町線及び、東武東上線内限定運用で営業運転を開始した。このうち、第1編成は、茶色の記念ステッカーを、第2編成は、青色の記念ステッカーを、 戦闘車の前面左側に貼り付けした。この1万系導入を記念して、同月30日に新木場車両基地で、第1編成トレー系、第1編成、7000系、第1編成を並べた撮影会が行われた。また、12月23日に森林公園研修区で開催された、東部登場線クリスマスイベントにも第4編成が展示された。 西武線への乗り入れは二千六年夏よりシニアに試運転が行われてきたが、その際に誘導障害が発生し、本系列の営業運転開始から当面は有楽町線、東武東上線に限定して運用されていた。その後、二千七年一月中旬により西武線内での試運転が日中時間帯において再開され、同年二月二十三日より同線への乗り入れを 開始している。2007年は2月23日から25日に第05編成が3月9日から11日に第06編成がそれぞれ公主車両輸送された。4月から11月は2編成ずつ輸送された。その後16編成の追加製造をすることが決まり、2008年まで第22編成までがそれぞれ公主車両輸送された。ここまでが 福都新線開業時までの必要編成分である。その後、第23編成第27編成も、公主車両輸送され、第27編成までが、営業運転を開始している。2009年度内は、第28から36編成が輸送され、2010年1月までに、全36編成の増備が完了して、営業運転に投入されている。 第23編成以降は、有楽町線の7000系の置き換え用である。公衆車両輸送は、下記のルートで搬入された。2007年度日本産業デザイン振興会、グッドデザイン賞を受賞した。このため、同年10月31日までの時点で営業運転を行っている編成の先頭車前面に、これを記念したステッカーが貼り付けされていた。 2009年10月8日に第22編成が東部東上線の水穂台駅鶴生機関で発生した踏切事故で中間車の床下機器等が損傷した。床下の損傷が激しいため自走ができなくなったものの修理により2010年3月より営業に復帰した。有楽町線では2006年9月1日より順次本系列を4本投入して 営業運転を開始した。それに伴い、小竹向原駅と福都新線の各駅で使用する、ホームドアに対応しない07系、大03代06編成を同年度内に、東西線に転出させ、同線の5000系を、翌2007年3月17日までに廃車を行った。2009年3月末までに全編成が、東西線に転出している。ありがとうございます。